武断政治は武力を背景にして行われる政治手法。安史の乱後に辺境だけでなく内地にも置かれた節度氏はその勢力を増し、高層の乱で党の朝廷が弱体化すると各地の節度氏たちは自らの軍事力を背景に行政権や財政権を振るい文言下の傾向を増した。党が滅亡して綱領が成立すると 武断政治の傾向はさらに強まり、各地の多くの節度使が独立して五代十国時代に突入した。僧が五代十国時代を終結させると、不安定だった武断政治の反省に鑑み、節度使を廃止して文治政治を取り入れた。江戸時代初期の江戸幕府初代将軍、徳川家康から三大将軍、家光の機関の幕政で行われた政治姿勢のことを指す。 家光の代までには改易、厳報される大名家も多く、老人が増えて、社会問題化した。慶安四年に起きた、慶安の変や、翌慶安五年に起きた、女王の変を機に、四大将軍家綱は、文字政治への転換を進めた。基本的には、家綱紀以降の文字政治と対比する言葉として、それ以前の江戸時代初期の幕政のあり方を指して、武断政治と称する。 武断統治、憲兵警察統治とも呼ばれる。日本統治時代の朝鮮における統治方式の一種。朝鮮総督には一貫して、現役武官が起用され、憲兵警察制度を敷いて取り締まり、武力をちらつかせることで、朝鮮人を圧迫したが、これは朝鮮民族の民族意識を刺激した。1919年に3.1運動が起こると、 これを契機として1920年代に朝鮮総督府は統治方式を文化政治に切り替えていった。ありがとうございます。